原神心理学アルハイゼンの伝説任務から学ぶ社会的証明。こんにちは、コバトーンです。今回は心理効果の中でも特に強力なものの一つ、社会的証明、ソーシャルプルーフについて紹介します。理解しておけば判断ミスを防げるだけでなく、自分から活用することもできる技術ですので、ぜひ参考にしてみてください。ちょうど題材としてアルハイゼンの伝説任務、ハヤブサの章、烏合の巨像が最適だったので活用していきます。なぜ教練員の優秀な学生や学者たちはあのような行動に出てしまったのでしょうか。そしてなぜ計画は最終的にあのような結末を迎えてしまったのでしょうか。解説していきます。なのでネタバレ注意。今回の説明ではアルハイゼンの伝説任務、ハヤブサの章、烏合の巨像のネタバレを含みます。さらにこの話は魔人任務第3章5幕の後日談にも当たりますので、両方のネタバレをする可能性があります。かなり核心の部分までがっつり話しますので、未プレイの方は終えてからこの動画をご視聴いただくことを推奨します。アルハイゼン伝説任務のストーリー。教練員による計画を阻止し、さらに世界樹やマハールッカデバータの問題を解決した旅人とパイモン。平和になったスメールを歩いていると、どうやら人々が噂をしています。代理賢者にチロン派のアルハイゼンという人が任命されたと。そんな噂を聞いていると、そこへ記憶をなくした男イリアースが現れます。イリアースは慌てた様子で、マハマトラに会いたいと訴えました。旅人とパイモンはセノを紹介しようと教練員へイリアースを連れて行きます。しかしセノは不在だったため、部下のアーラブという人物を頼ることになりました。アーラブがイリアースから聞き出した話は、シラージという男が危険なことを洞窟で企んでいる、それを阻止しなくてはならないというもの。マハマトラによる虚偽検出テストでも嘘はついていないとのことだったので、その調査をし始めることになります。そこへ合流したのがアルハイゼン。なぜか事件に興味を示し、共に調査をする流れとなります。ここからはイリアスの記憶を取り戻すべく、彼の記憶にある断片的な情報をもとに様々な箇所を巡ることになります。その中で分かったことは相反する2つの事実。彼は以前英雄的な行動をとっており、教練員から表彰されていること、そして仲間からとても嫌われていることです。矛盾を多く抱えるヒントを得ながらも、彼は記憶を徐々に取り戻していき、その情報を頼りにいよいよシラージの洞窟へとたどり着きます。しかし見つかりにくいアパーム総林の秘境にある洞窟へ足を踏み入れると、イリアスの姿が消えました。実は彼の目的はこの洞窟へアルハイゼンを連れてくること、つまりシラージの仲間だったのです。洞窟の奥へ進むとシラージとイリアスが待っており、事の顛末が語られます。ここで一度時系列順に真相を並べていきましょう。教練員の同級生であったアルハイゼンとシラージ、1年前シラージは自身の研究を賢者へ提出します。しかしその内容が少し危ういものであったため、当時の賢者はアルハイゼンへ助言を求めます。アルハイゼンはシラージの研究が禁止されている根源の六罪に関する内容であったり、その手法の詰めがいまいち甘い点などを指摘しました。最終的に賢者はシラージの研究を禁止してしまいます。その結果、研究への執念とアルハイゼンへの嫉妬に取りつかれたシラージは独自に研究機材を集め、論文の内容を実行します。それがハイブマインド、人々の脳を接続し、得意な分野を割り振って計算させることにより全体で優れた能力を発揮しようというもの。接続された人々はマスターマインドと呼ばれるシラージをピラミッドの頂点として、能力順に番号が割り振られます。そしてマスターマインドの指示に従って動くことになります。そのため、あたかも全体が一つの意思を持った存在であるかのように振る舞います。シラージはこれを新しい進化の方法だと考えているようですね。そしてこの進化の概念こそが研究が認可されなかった原因でもあります。教練員は人類の進化に関することの研究を禁じているためです。その後1年かけてシラージは今回の蜂の巣を徐々に築いていき、その過程でイリアスのような人物たちに声をかけることになっていきます。イリアスは上司の研究場における不正を告発したことにより、教練員からは英雄的な扱いをされていました。しかしそれは同時に同じ研究に携わっていた学者たちを失墜させることにつながり、彼らからの恨みを買うものだったのです。仲間たちの群れから弾き出されてしまったイリアスは、共同研究課題において誰とも手を組むことができず、手詰まりな状態にありました。そんな孤独感を深めるイリアスにシラージは近づき勧誘したのです。お前を群れに徹底的に馴染ませる方法があると。詳しくは語られませんでしたが、他のメンバーも同様の方法で集めたものだと思われます。アーカーシャシステムが止まってしまったスメールでは、今までに比べ研究者たちのモチベーションが下がっている現象が語られていました。今までは簡単に手に入っていた情報が、苦労して調べないと手に入らない状況に皆辟易していたんです。さらに賢者の入れ替わりなど、教練員では力関係が大きく入れ替わる事件が多発しました。
そうした環境の不安定さやメンタルの弱みにつけ込んで仲間を増やしていたものだと思われます。そして多くの仲間を集め、ハイブマインドを完成させたシラージュはアルハイゼンへの復讐として、さらに自身が賢者になり上がるために計画を始めました。ハチノスのメンバー間では記憶と感情が共有され、それらはマスターマインドであるシラージによって統合されています。シラージは全員の記憶と感情にアルハイゼンへの憎悪を植え付け、その恨みを原動力とすることでハチノスの意思を統一していたのです。そしていよいよ今回の計画が動き出します。シラージ36号として群れの一員となっていたイリアスは、ハイブマインドのシステムによって記憶の一部を消去し、シラージの危険な実験を告発しに行く純粋無垢な正義感あふれる研究者として差し向けられたんです。当然記憶がないため彼が嘘をつくことはありません。マハマトラの虚偽検出テストに引っかからなかったのもそのためですね。計画通り、彼はアルハイゼンを連れてシラージの元へ戻ることとなります。しかしアルハイゼンはそれらを全て見越していました。イリアス来たか。わざとハイブマインドに溶け込むプロセスを遅延させた。最後にイリアスの身分で君たちと会いたかったからね。イリアスとして君たちに謝罪しよう。ガンダルバー村で思い出した二つ目のやるべきこと、それは君たちをここに連れてくることだったんだ。マハマトラを回避し、アルハイゼンを蜂の巣に連れ込む。それこそこのシラージ36号に与えられた任務だった。お前とっくにシラージ36号になってたのか。でもマハマトラの虚偽検出テストに合格したはずだよな。ああ、あの時は本当に多くのことを忘れていたんだ。自らの身分や責務までね。だけどそれは僕がショックで忘れたわけではなく、自ら削除したものなんだ。アルハイゼンを騙すことは困難を極める。絶対に完璧な偽装を作り上げる必要があった。最高の偽装とは、自らをも欺くこと。いかにも。君たちに蜂の巣が未完成だと言ったのも、蜂の巣の完成に関する記憶を削除したからさ。ここはとっくに完成している。ここを離れる前、僕は36号として生きていた。そして今、僕はその身分を取り戻すことを選んだ。僕が本当の意味で解放されるのは、この場所だけなんだ。言いたいことはこれだけだよ。この部屋に入れば、僕の意識は再び群れに溶け込む。お別れだ。それが君の選択か。私たちが知り合ったのはシラージ36号なんかじゃなくてイリアスの方だ。どれだけ外に残るのが苦しくても逃げちゃダメだとオイラは思うぞ。まだ考える時間が必要か、イリアス。お前は。彼がシラージだ。お前が大悪党だな。悪党、実にストレートな物言いだ。まるで私が人どころか神さえも怒らせたと言いたげだな。お前、私はアーカー社装置を改造し、使用者の記憶と感情を共有できるようにした。その後教令員から学者を募り、この偉大なるハイブマインドを作り上げた。一人一人に番号を振り分け、実験計画を分割し、彼らに実行させた。ここでは人々は複雑な思考をする必要がなく、楽にかつ幸せに生きることができる。これは彼らの選択であり、私はただ彼らの願いを叶えてやっているに過ぎない。お前そんなの言い訳だ。ならば聞くが、この場所と外に違いはあるか。過激な風潮の中では危険な研究に熱心だった教令員の学者たちも、萎縮した風潮の中では無意に日々を送るだけのものとなってしまった。人々は皆集団意識に従って生活している。たとえ尖ったものであっても、挫折を繰り返した後は群れに溶け込もうとするのだ。私の言っていることは間違っているか。
イリアス。否定する必要はない。なぜなら間違ってなどいないからだ。群れをなす動物にとって群れることは本能、そして群れをなすことの終着点こそハイブマインドなのだ。平凡な蜂の群れはそれを頼りに強くなる。蜂を人間に置き換えることでこのモデルからさらに強大な力を引き出すことができる。蜂の巣へようこそ、アルハイゼン。お前はかつて大賢者に助言し、傲慢にもこの課題を否定したな。あまりにも重みのない鳥の羽のようないくつかの言葉で私の全ての努力を水泡に帰した。もちろんお前がそれを気にしていないことは百も承知だ。お前にとって他人の苦しみなど取るに足らないことだろう。だが私は諦めなかった。私はついに当初の論文を現実にしたのだよ。ここへ来る際、蜂の巣には誰もいない部屋が多くあった。気づいたか。彼らはどこにいると思う？答えは教令院さ。彼らは今もう一つの計画を実行している。私を賢者にする計画だ。ハイブマインドは我々を一つにつなぐ。すべてのものが共に思考し、長所を生かし、複数の複雑な計画を同時に実行できるようになる。さらに不測の事態に対して策略を修正することも可能だ。すべて順調なんだ。お前という最大の障害を除けばな。お前を片付けた後、私は衰えることのない影響力を利用してハイブマインドを合法の研究にする。影響はますます拡大し、最後には全てのものが私の群れに加わるだろう。私、いや、群れは全てを掌握し、教令員を新たな未来へと導く。そんなことさせるもんか。口先を尖らせるだけ無駄だ。お前たちに何ができる？イリアースの選択すら変えられないお前たちに。蜂の巣に戻れ、36号。はあ。待て、戻っちゃダメだ。思い出せ、外にはお前を心配してる人がたくさんいるんだぞ。それにお前は群れに馴染めないわけじゃなかっただろ。友達ならオイラたちがいるじゃないか。寝なしぐさのお前たちがよく恥ずかしげもなくそんなことが言えるものだ。教令院で一生を過ごすわけでもあるまい。お前たちが離れた後、悲劇が繰り返されるのは目に見えているだろう。戻れ、36号。よくわかっているはずだ。人は綺麗事などで楽に生きていけるほど甘いものではないと。イリアス、どうして？お前たちも、アルハイゼンと同じで傲慢すぎるのだ。お前たちは誰もが自分と同じように聡明で理智に富み、自らの信念を持って生きていると思っているが、その実ほとんどのものがただ楽に生きていたいだけだということを知らない。36号が記憶を失った状態で蜂の巣を離れることを私が許したのは、必ず戻ってくると分かっていたからだ。事実？お前たちよりも私の方が人間性というものを理解していることが証明されたわけだが、なんとか言ったらどうだ、アルハイゼン。お前の遺言を聞いてやる。言いたいことはすでに1年前にはっきりと伝えてある。君が提出したモデルはあまりにも不安定だ。どんなにきらびやかに放送したところでその脆弱な本質を変えることはできない。だが、それも仕方のないことだ。仮に君がこれらの問題を見つけられるほど鋭い人間だったら、とうに気づけていたはず。イリアスがハイブマインドに戻った時、君の蜂の巣に、ある種の変化が起こることに。どういうことだ？何が起こったんだ？
群れが計画を実行するためのモチベーションは、機械の運行に例えればエネルギー源に等しい。そこでマスターマインドである君は、俺に対する自らの憎悪を群れに同期させ、彼らに俺を片付けさせる計画を促した。しかし、イリアスが群れに戻った時、彼の記憶と感情は他のメンバーに共有される。その中には、彼が外で得た俺に対する新たな認識も含まれているんだ。さっきはありがとう。なんだか、あなたもそこまで嫌われるほどの人じゃないように思えてきたよ。おかしいな。どうして当時はあんな風に考えていたんだろう。これは君が彼らに与えた憎悪と相反するものだ。二つの異なる感情は全く新たな対立をもたらす。そういうことか。あれ、待てよ。つまりお前はイリアスが蜂の巣に戻ることをとっくに知ってたのか？あいつを引き止めるふりをしたのも、シラージを騙すため。さすがお前だぜ、アルハイゼン。よし、ハイブマインドが混乱してるうちに、一気にオイルたちが。って、あれ、元通りに回復した？言ったはずだぞ。お前は傲慢が過ぎるんだ、アルハイゼン。その程度の目算で私の蜂の巣を揺るがすつもりだったのか。イリアスの帰還は確かに蜂の巣に異なる感情をもたらした。だが群れにおいてそんなものはさざ波にもならない。無駄なあがきだ。そろそろ終わりにしよう。その身でハイブマインドの恐ろしさをしかと味わうがいい。魔物がいっぱい現れたぞ。出てきたんだよ。それになんだかいつもに増して不気味だ。私は魔物をも群れの範疇に引き入れたのだ。奴らの番号は最後尾に近いが、それでも群れのメンバーには変わりない。たとえ知性の低い連中でもこれを利用すれば素晴らしい連携を発揮できる。そう、過酷な訓練をした兵士のようにな。果てのない荒波に飲まれるがいい。お前たちは尽きることのない傲慢の代価を払うのだ。おい、アルハイゼン、お前のやり方が効いてないみたいだぞ。どうするんだよ。俺が用意したプレゼントはもう群れの内部に届いている。受け取り人がサプライズに気がつくまであと少しのところだ。君たちは目の前の厄介ごとにだけ集中しろ。にゃー、わかったよ。なんでそんなに自信満々なのかわからないけど、やってやるぜ。こいつらを足止めしよう。一体何をした？落ち着け。簡単な検証方法があるはずだ。たったの36番目。残念だ。君の才能はその程度じゃないと思うが。データの真偽はさておき、知能で人を評価するのは無意味なことだ。お前がイリアスに言ったことか。それが今蜂の巣の共有記憶に。なるほど。彼らの視力を肥大化させ蜂の巣を内部から壊すつもりか。元より人とは不揃いの意志、そんなもので塔を築くつもりだったのか。マスターマインドの威信が落ちた時、彼らは俺の言葉について考え始める。機械のようにお前の道具として一生を生きる。果たしてそんな価値はあるのか。一人でもそう考えれば、私欲と疑いと恐怖が君の作り上げた意識の網を伝い蔓延する。その時蜂の巣とは名ばかりの抜け殻になる。まだだ。私はマスターマインドだぞ。必ずや方法が。もう遅い。
私欲が積み重なった末に蜂の群れは王を殺す。私がマスターマインドだったら負けなかったのに。俺はこんな後ろにいるべきじゃない。シラージは嘘つきだ。聞いてた話と違うよ。その席を渡せ。いやー、アルハイゼンかっこいいですね。蜂の巣では記憶と感情が共有されます。その機能を利用してシラージはアルハイゼンへの恨みや嫉妬の感情を皆に共有し、怒りを原動力としていました。しかしイリアスは今回の旅の中でアルハイゼンの良い一面をたくさん見ることになったんですね。その結果、イリアスが蜂の巣に戻った途端、その記憶と感情が共有され、シラージへの疑念が蜂の巣全体で広がっていくこととなりました。最も根源的な原動力であったアルハイゼンは嫌なやつであるというパワーを失ってしまったため、結束力がなくなったと考えると分かりやすいでしょう。以上が今回のエピソードの顛末です。続いて心理解説に移っていきますね。なぜ学者たちは違法な行為に出てしまったのか。今回の騒動では相当な数の学者がイリアスと共にシラージの元へ集まっています。学者たちは皆頭が良いはずなのに、なぜこのようなことをするのでしょう。ヒントは社会的証明という効果にあります。社会的証明、ソーシャルプルーフ。みんながやっているから私もやろう。社会的証明の効果を一言で表すならこのようになります。誰しもが身に覚えのある現象ですよね。例えば新しい学校や職場に赴任した場合を想像してみてください。馴染みのない場所ではそこでのルールが分かりません。そのため私たちは周りの人々が普通どうやっているのかを観察することによって同じような行動を取ろうとします。職場であれば同じような職種でも作業のやり方に違いが発生したりしますし、学校であれば授業を始める際のルーティーンが変わったりもします。ひとまずルールやしきたりがわからない場所では周りのみんなに合わせておけば安心という一つの基準が私たちの中にはあるんです。このように周囲の人間が何をしているのかに合わせて自分たちの行動が変わってしまう特性を社会的証明と言います。英語だとソーシャルプルーフですね。これは数ある心理現象の中でも特に強力なものの一つです。そのため様々な場面で活用されています。身近なものだと Amazon のレビューなんかもそうですね。あなたも買い物をするときにレビューをチェックすることがあるでしょう。商品の使い勝手を知ることはもちろんですが、周りの人々がどのような感想を持っているのか知りたい気持ちも私たちにはあるんです。実際レビューをしっかり載せている方が売り上げが上がります。 Amazon の急激な成長を見ればそれは明らかですよね。 Amazon はそれまでの通販サイトと異なり、忖度なしのレビューを全て公開した点が特別だったんです。ある意味公正なシステムを取り入れたことによってユーザーからの信頼を勝ち取りました。結果として売り上げを爆発的に伸ばし、今の巨大企業へ成長したわけですね。本当に強力な社会的証明。社会的証明の強力さは Amazon のレビューのようなライトな影響だけではありません。実は命に関わるような行動にすら影響することが分かっているんです。社会的証明を語る上で外せない事件がジョーンズタウンの事件でしょう。詳しい地名や人名を並べると話が分かりづらくなってしまうので、詳しく知りたい方はジョーンズタウン、ガイアナなどのキーワードで検索すると詳細が分かるはずです。ざっくりと事件の概要を紹介すると、アメリカにあったあるカルト宗教の集団がアマゾンの密林に突如移住しました。そしてその後毒入りのカプセルを飲んで集団自殺をしたという事件です。彼らはそれが毒であることを知らなかったわけではありません。先にそれで死んでしまう仲間も見ています。しかしそれを理解していながらも彼らは毒を飲み集団自殺したんです。この異様な事件を紐解くキーワードが社会的証明。彼らは周りの行動を参考にして自分の行動を決めてしまったんです。命がかかっているような場面でそんなまさかと思うかもしれませんが、それが起こってしまった、これが事実です。とはいえ私たちの頭の中に疑問が残るのもまた事実でしょう。実際私たちが同じような境遇に置かれたとしても毒は飲まないはずです。その違いはどこにあるのか。研究によると、ある条件を満たすと社会的証明の効果はかなり強力になることが分かっています。ポイントは2つ。1、社会的証明は同じ属性の相手からの方が影響が強くなる。2、社会的証明は隔離された集団内であるとより強力に効果を発揮する。それぞれ説明していきましょう。社会的証明を強めるポイント1、同じ属性。私たちは周りの人間の意見を参考にする際、より自分と近い条件の相手の意見を重たく捉えます。
例えば女子高生向けのコスメの販売をする様子を想像してみましょう。先ほどの Amazon のレビューのように誰かにおすすめをしてもらうことを考えるのであれば、女子高生におすすめしてもらうべきです。おじいちゃんにおすすめされても買う気が起きないことは想像つきますよね。これはどんな場合にも言えます。年齢や性別が近く属性が同じ相手であるほど社会的証明の効果は強くなるんです。社会的証明を強めるポイント2、隔離されている集団。社会的証明の効果は隔離されている集団の中でこそ強く発揮されます。例えばブラック企業を想像してみてください。タイムカードを定時で切らせてその後も残業させるなんていうのは明らかな労働基準法違反です。しかしブラック企業ではよくあることですね。彼らはこの会社では普通のことと思っています。みんながやっているからそれがルール、そんな感覚になっているわけです。これがおかしいことだと判断できるようになるためには他の会社の基準を知っている必要があります。つまりより広い範囲の相手を参考に判断できるようになるとブラック企業のルールに縛られなくなるわけですね。いろいろな会社を経験してきてブラック企業に入った人はそんなルールはおかしいですよと指摘することができます。しかし新卒でブラック企業に入ってしまった人は他の会社の常識を知りません。そのため簡単にブラック企業のルールを当然のことだと思い込んでしまうのです。さらにもう少し想像力を働かせてみましょう。私たちはインターネットが発達したことにより労働基準法があることや他のホワイト企業での労働環境を知ることができます。しかしもしインターネットが発達していなかったらどうでしょう。企業というシステムは働いている人間にとってはかなり閉じられた環境です。他の場所のルールを一切知ることなく初めて勤める場所がブラック企業であったのなら、あなたの知っている世界はその組織のルールだけということになります。つまりどんなおかしなルールでも常識になり得てしまうんですね。以前紹介したリオセスリの伝説任務における聖望の会でも同じような現象が起きていましたよね。外から見たら完全におかしいルールであるにもかかわらず彼らはそれを当然のこととして受け入れていました。それこそ命に関わるような危険なことですらさせてしまう、そんな強力な力が社会的証明にはあるんです。ジョーンズタウンの事件は同じ宗教を信じる仲間や同世代の似た境遇の人々の集まりでした。そしてさらに密林の秘境に移住してしまったことによって周囲から隔離された集団になってしまったんです。それらの条件が揃ったことにより異常な行動があたかも常識であるかのように行われてしまったんですね。ハチノスとジョーンズタウンに共通するポイント。さて社会的証明の強力さは理解していただけましたね。ここまでの話を聞いてふと気づいたことがあるのではないでしょうか。ハチノスとジョーンズタウンは似ていますよね。隔離されたジャングルの秘境に存在していて、一人の教祖がおり、そして全員が同世代の教令院の学者であるという共通点があります。つまりハチノスでは社会的証明がこれ以上ないくらい強力に機能する条件が揃っているんです。さらに言えばハイブマインドのシステムによって彼らは記憶と感情を共有しています。それこそ同じ考えに染まりやすい条件をこれでもかと満たしている環境と言えますね。このような状況下であればどんなおかしな話でもシラージの言うことを聞いてしまうことになるでしょう。教令院でも禁止されている研究内容だと分かっていたとしてもそれを全員に行わせるだけの力があって当然なんです。ましてやイリアスのようにそもそも集団から阻害されていた人間にとっては唯一の居場所となり得ます。心理的にも物理的にも隔絶された場所に置くことでより強力な効果を発揮していると考えられますね。ハチノスの崩壊は理にかなっている。ハチノスの崩壊は社会心理学的に考えても理にかなっています。せっかく隔離された環境を構築していたにもかかわらずイリアスに外の情報を持ち帰らせるという行為は広い世界を参考させる行動に他なりません。外の世界とつなげてしまえばハチノスの中の常識がおかしいことが明らかになってしまいます。ましてやイリアスが持って帰ってきた情報はアルハイゼンについての好印象でした。ハチノスを支えるそもそもの原動力であるアルハイゼンへのヘイトをひっくり返してしまうような情報なんです。その情報がハイブマインドのシステムを使って記憶と感情を一気に拡散させることとなりました。社会的証明の効果が非常に弱くなるのでシラージの洗脳が解けてしまうのは当然のことと言えますね。先ほどのブラック企業の例えに話を戻せば、ブラック企業しか知らなかった新卒社員たちにホワイト企業がどんな待遇であるのか、労働基準法とは何なのか、そしてそもそも賃金の良さなどを共有してしまうようなものです。ブラック企業に所属しているだけ損ということが知識として分かってしまえば退職者が続出することは免れないですよね。最悪訴訟を起こされて会社が潰れてしまうでしょう。実際ハチノスはそのようになったわけです。アルハイゼンが潰さなくても潰れていたハチノス。
ここまでの話を踏まえた上でストーリーをよく見てみると、おそらくアルハイゼンがハチノスを潰さなくてもハチノスは瓦解していたことがわかります。それはハチノスに空き部屋があることに触れるシーンからわかりますね。シラージはハチノスのメンバーを数人教令院へ送り込んでおり、自分を賢者に押し上げるために工作をしていました。はい、もうわかりますよね。彼らはハチノスの外の情報を持ち帰ってきてしまうことになるんです。ひょっとしたらアルハイゼンがいい仕事をしているみたいな内容が舞い込んでくるかもしれませんし、そうじゃなかったとしても外の世界の常識が流れ込んでくるはずです。そうなればハチノスの崩壊は止められないでしょう。アルハイゼンはシラージの論文の欠点を指摘していましたが、まさしくこういった点が見えていなかったところが彼の理論が甘かったゆえんなのでしょうね。嫉妬心や虚栄心も社会的証明がトリガーになっている。ハチノスが瓦解したもう一つの理由として嫉妬心や虚栄心があるでしょう。ハチノスのメンバーはシラージによってナンバリングされた順番通りに役割を担っています。しかしその順位は不当に低いものである。自分の能力はもっと高いはずだといった意見が蔓延してハチノスが壊れました。これらはもちろんハチノスを構成するメンバーの見栄っ張りな気持ちや嫉妬の感情が原因になっています。しかしこれらの感情の起点も実は社会的証明なんです。よく考えてみてください。彼らは一度シラージの勧誘に乗って番号に納得をしハチノスに参加しています。つまり本来は番号に不満はなかったはずなんです。シラージはアーカーシャシステムに残っていた脳の記憶容量をベースに評価付けを行っていたようですが、その評価基準の妥当性を信じ込ませるためにも社会的証明が働いていたと考えられます。ところがイリアスは外の世界の基準を持って帰ってきてしまいました。作中ではアルハイゼンの君の能力はそんなものではないだろうといったセリフがありましたよね。これはアルハイゼンの有能さを引き立たせるための演出を兼ねている抜き出し方です。実際のところは番号が低いからといってハチノスの参加を断った女性ジャナキの意見がかなり強力に効いていると思います。イリアスは番号に不満を持つという考え方を外で見聞きすることによって新たな判断基準を知ったんです。そしてそれがハチノスに持ち帰られることにより記憶と感情が共有され全体に新たな視点が生まれることとなります。つまりイリアスの帰還と動機で初めて自分の番号に不満を持っても良いという考えがハチノス全体に芽生えて、それを起点に虚栄心や自尊心が爆発したというわけです。ここまで考えて最初から行動していたアルハイゼンはマジですごいですね。アルハイゼンの思考順序。さまざまな理屈が分かったところでアルハイゼンがどのように考えて行動していたのかを一度時系列でおさらいしておきましょう。最初、おそらくアルハイゼンは普段通り仕事をしていたと思われます。そこへ入ってきたのはシラージから逃げてきたという青年の情報。アルハイゼンはすでに読んだことのあるシラージの論文やもともと自分が知っている社会的証明の知見などを組み合わせて一つの仮説を立てます。おそらくシラージが論文で発表していたハイブマインドのシステムを完成させているであろうこと、そして目の前の青年はそのシステムと何らかの関わりがあるであろうということです。そして実際にイリアスと会話をすることによって彼が記憶の改ざんを受けている可能性を見出しました。おそらくアルハイゼンはシラージの論文とアーカーシャシステムの仕様を知っていたんでしょう。イリアスがシラージから記憶改ざんを受けていると当たりをつけます。そのことからハイブマインドの構成員の一員であることにも予想をつけていたと考えられますね。なのでそこからは論文の穴を利用するべく記憶を取り戻す作業を手伝いながらも外の世界の判断基準をイリアスに学習させていきます。実はこの時点でアルハイゼンの価値は確定しているとも言えるんです。アルハイゼンはイリアスに対して辛いことを思い出さなくても良いという選択肢を途中で与えます。これは無理しなくていいんだよという自分の優しさをアピールするためでもありますが、無理に思い出さずともイリアスがいずれハチノスへ戻ると予想がついていたので、ハチノスの崩壊までのビジョンが見えていたんでしょう。これについてはシラージもイリアスは必ずハチノスへ戻ってくると確信していたと発言しています。そのシラージに対してアルハイゼンもシラージが必ずしっかりと計画を練ってくることまで冷静に評価していました。なので不思議な話ですが、シラージの計画がしっかりしていることを信用していたがゆえに、逆にその時点でイリアスから手を引いても計画が潰れることは分かっていたんです。アルハイゼンの知能指数高すぎる立ち回りにびっくりですよね。イリアスが記憶を取り戻した後の動きは概ね予想通りだったんでしょう。とりあえず自分の仕掛けた爆弾が起動するまで時間稼ぎをすればいいだけです。後処理も面倒なのであらかじめマハマトラも呼んでおいてあります。自分の手間を減らすことまでしっかりと視野に入れているなんてさすがすぎますよね。このように俯瞰的かつ合理的に判断できるアルハイゼンの特性は、以前分析したサイコパス性の高さがゆえの能力だと推察できます。まとめ。
いかがだったでしょうか。非常に強力な心理効果である社会的証明について詳しく分かったのではないかと思います。それと同時にアルハイゼンの高い能力も分かりやすい題材でしたよね。改めてホヨバースの脚本力の高さに驚かされる分析でした。また別の面白い内容があったら解説していきたいと思います。今回の内容が面白かったら高評価、コメント、チャンネル登録、そして通知のベルマークのオンをお願いいたします。それでは今回の情報もあなたが原神を楽しむための一助として参考まで。Shoulder for the